はい、えー、今度はですね、数件出版のコネクトのですね、16ページの41番の問題からやっていこうかなと思います。で、どんな問題かっていうと、まあ、次のことが成り立つことを証明せよと。で、B 分の A イコール D 分の C のときですね。なので、えーまあ、これね、両方とも、うん、A イコールああ まあ、B 分の A イコール D 分の C イコール K と置くと A イコール BK で C イコール DK ってなってまあこれね、えー、まずこっちからいきますね左辺からいきましょう左辺イコール A が BK なんで BK プラス dk になりますよね。で、b プラス d と。で、b プラス d で、k でくくってあげて b、b プラス d と。で、約分して、k になりますよね。うん。で、えー、右辺。ですね。右辺の方も、a が bk なので、b の2乗、を k の2乗。で、えー D とで、えで、ー、分母の方があ、と、B の2乗を、DK と。そうすると、まあ、これが全部、約分で消えて、K っていうふうになりますよね、うん。よって、うん、B プラス D 分の、 A プラス C イコール B の2乗 C 分の A 次乗 D っていうふうになりますよね。うん、でお次ですね、これも同じようにこれを使ってやっていくわけですね。そうするとあ、まあ、左辺ですね。イコール。で、えー、っと A が BK なので上が B 二乗 K で C が D なのでプラスうんと C が DK だからあー D 二乗 K でえー、下が A が BK だから B の2乗 K プラス えー、C があー D の、ああ、これ C プラスじゃなくてマイナスが。がごめんなさい、マイナスだね。マイナス、マイナス、D の2乗 K と。っていうふうになって、K でくくってもらって、B の2乗プラス、D の2乗 で、こっちも k でくくってもらって、b の2乗マイナス d の2乗と。で、これで k で約分ができて、b の2乗マイナス d の2乗を、で、b の2乗プラス d の2乗と。で、右辺もちょっとやっていくとどうなるかですね。で、a が b の2乗を K の乗と、で、プラス D の2乗 K の2乗とで、B の2乗 K の2乗マイナス D の2乗 K の2乗とで、K の2乗はこれ、約分で消えちゃいますよね。そうすると、B の2乗マイナス D の2乗で、B の2乗プラス D の2乗と。で、右辺イコール左辺っていうふうにこれでなったので、よって、 うん、AAB か AB-CD 分の ABAB AB かプラス CD イコール A の2乗マイナス C の2乗 A の2乗プラス C の2乗というふうになりますねでこれもそうですねうーんと 2番の方も B 分の、あ、B 分の A 分の X か。A 分の X イコール B 分の Y、A、イコール C 分の Z イコール K と置くと、うん、X イコール AK、Y イコール BK、 えー、z=ck イコールとでここからですね、えー、また代入していきますね、うん、左辺か左辺イコール、まあ、下は変わんないんでで、まあ、これ k でくくった形でもう書いちゃいますねそうすると a+b+c とでこれで約分できて k になりますよね で、右辺も、A 分の AK で約分できて K になりますよね。で、よって、えー、A プラス B プラス C 分の X プラス Y プラス C イコール A 分の X と。で、あと、こっちですね。これも同じふうにや、同じようにね、やって。 きますでまず、えー、左辺からいきますね左辺イコールそうするとこれも全部2乗でくくれるのでそうすると k の2乗括弧 a の2乗プラス b の2乗プラス c の2乗っていうふうに最終的になりますよね。うん、で a の2乗プラス b の2乗プラス c の2乗で約分できて k の2乗と。で こっちですよね。こっちが、右辺、イコールと。で、下は一緒ですよね。ab プラス bc プラス ca と。で、上がどうなるかっていうと、これとこれをかけることになるんで、abk 二乗で、同じように bck 事乗で、ca k 二乗っていうのはできるんで、 k の2乗イコール ab プラス bc プラス ca っていうふうになりますよね。で、これとこれで約分ができて k の2乗ってなるんでよって、えー、a の2乗プラス b の2乗プラス c の2乗分の、えー、x の2乗プラス y の2乗プラス z の2乗イコール b プラス bc プラス ca 分の、A、xy プラス y z プラス zx というふうになればいいかなと思いますね。うん、で、42もいっちゃいましょう。ない、うん。で、42はですね、どういうふうにやっていくかっていうと、まあ これイコールまず K って置くわけですね。今度は式になってるだけなんで、えー、B マイナス Cy プラス y y じゃないか、x みたいちゃうな、えー、y プラス z イコール c マイナス a プラス zx で a マイナス b で xy イコール K と置くと、うん。 でそうするとうん Y プラス Z はあ K 括弧 B マイナー C で Z プラス X は K の C マイナー A であとがあ X プラス Y が K の A マイナー B とまあ けけるわけですね、うん、でこの3つのね、えー、両辺を加えるとどうなるかこの3つの積を加えるとどうなるかっていうと、えー、まず左辺の方が、えー、2x+2y+2z プラス2 y 2 z で こっちがうーんと KB マイナー C プラス K カッコ C マイナー A プラス K カッコ A マイナー B で計算するとどうなるかって。 っていうとです、ね、こちはまあこのままですよね。二 x プラス二 y プラス二 z で、えー、っと b k マイナス b k、えー、プラス c k マイナス c k プラス a k マイナス a k なって、こっちゼロになってですね、あこっち z か。 で、x+y+z=0 プラスプラスイコールっていうふうになりますよね。よって、よって、うん、x+y+z=0 イコールというふうになればいいかなと思いますね。で、ちょっと長くなったんで、ここで1 一旦動画を切ってですねまたね、やっていこうかなと思います。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント等いただけると次の動画の作成動機になりますのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。